見やすいものっていうのがなんか良しとされているつまらない世の中にンチを与えるような作品だなというのは皆様お集まりいただきましてありがとうございます、えー、この度バイオームに参加させていただきます中村勘九郎でございます えー、上田さん脚本そして石木さん演出の元ね本当にこんな豪華な皆様とご一緒できるというだけで、えー、幸せですしワクワクしております花藤真理です本日はお忙しい中ありがとうございますはい、えー、古川雄太ですよろしくお願いいたします、えー、本日はありがとうございます野上義弘でございます安藤正です本日はよろしくお願いします。 はい、孫博です。今日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。朝、えー、見美でございます。お楽しみくださいませ。はい、えー、作演出あ作のすいません、脚本の上田久美子です、えー。意識です。よろしくお願いいたします。本当にあのヒリヒリするような、えー、脚本でございまして、えー、今何でしょう分かりやすいものだったり、んー簡単なもの見やすいものっていうのが よしとされているつまらない世の中に、えー、なんか本んにパンチを与えるような、えー、作品だなというのは、えー、読んで思いました、えー、本当とに何だろう植物とかその、えー、大地とか、えー、地球とか、えー、っていうので難しいかなと思うんですけれどもあのお説教臭くなく、えー、見に来てくださったお客様何何か あの持ち帰って、いただけるような、何か感じ取って持ち帰っていただけるような。あ、本だなと思いました。